のサクッとゼミナール。はい、新しいコーナーが始まりました。はい、今日から始まったこの新コーナー。このコーナーでは今気になることや話題になっているあれこれについて、うん、サクヤがサクッと解説していきます。はい、ゼミナールモードのサクヤちゃんです。今日のテーマはこちら、はい、静岡を騒がせた謎の浮遊体の正体とは。いや、これ結局どうなんでしょうね。はい、今年4月、番組宛に視聴者の方から謎の浮遊体について調べてほしいという投稿がありました。その時の動画がこちらです。こちらが皆さんに4月にご覧いただいた浮遊体の様子なんですけれど、確かにね、こう空に浮遊体飛んでますよね。あ、なんかありますね。はい、ちょっと丸っこい、はい、丸っこいの、はい、え、何？え、光った今。そうなんです。え、何本当に。なんだこれは。こちらの動画は静岡市で撮影されたものです。うんうん、さらに日テレの調査により藤枝市でも同じような物体が目撃されているということが、静岡でも藤枝でも。はい。日テレでは5月27日にこの浮遊体について調査した様子を放送いたしました。これはでも一体何なのか、うん、その時に出た仮説がこちらの3つです。はい、さあ出ますかね。こちらが日テレ的仮説なんですけれど、まずは大学の授業や研究で使われている何かではないか、何か、はい、そしてドローンだったりするのかなと、はいはい、さらには、まあ、UFO なんじゃないかと、うん、いうことでお送りしてきましたけれど、はい、クロちゃんどう思いますか？いや、あの、まさかの一番の大学の授業とか研究っていうのがなんか広すぎてなんかそこだけ広いから雑だなと思ったんですけど、ふわっとしてますよね。いやけど確かになんかちょっと光ってたから、うん、いや、どうローンでもないような、な、本当に UFO なのかな。材質もちょっと怪しくて、うん、ね、UFO だと思いますよね。でも実はその時大学生の方から気になる目撃情報があったんです。そうなんですよ。それがこちら。はい、おじさんが UFO っぽいタコをあげていたというのです。これがタコなのかもしれないってことですけどね。はい、どういうこと？そこでスタッフが追跡調査をしたところ、はい、とんでもない事実が分かったんです。ほう、え、なになになに、気になるじゃん。ということで、はい、引き続き調査開始。タコという大学生の証言の真相を探るべく、日本のタコの会に問い合わせをしました。タコの会ってあるんですね。すると、興味深い返信が。はい、UFO であれば面白かったのかもしれませんが、タコだと思います。そんな断定しちゃう。もし回転しているのであれば、手の込んだ作りです、とのこと。なるほど。タコ説が高まる中、どんな作りなの？どのように飛んでるの？謎が深まります、はい、と思っていたら、視聴者の方からタコを見たことがあると連絡が。その方にお話を伺いました。大浜海岸でタコを見かけたそうです。あ、そうです、そうです、こんな感じです、こんな感じです。これはですね、あの、結局タコだったんですよ。タコだったの？そう、これぐらいの大きさ。で、結構大きかった。おじさんがあげてて、明るくてよく喋る方で、すごい気さくな方だったんですよ。レンゲージェッケ公園と焼津港と、あと、まあ、ここの場所と、そういった感じでお話しされてました。結構高かったけどね。なんと直径1メートルほどのタコを、気さくなおじさんが県内のさまざまな場所であげているという超有力情報をゲット。不思議な図ですね。こうなったらタコのおじさんを見つけるしかありません。タコで確定ってことですか？いやいや待ってよ、いやいや、いきなり答え出る感じこれ。え、タコなの？でもこんな形のタコ、うん、我々見たことないですけど、結構なんか立体でしたもんね、しっかりとしてね、うん、そうそう、うん、え、どうでしょう、光ってたよ、うん、はい、納得はまだあまりいってないですよね、うん、はい、うん、気になる、はい、そうですよね。どうでしょうかね、はい、そうしましたら再び調査を開始いたします。はい、お願いします。さらに調査を進め、タコのおじさんと知り合いだという女性と連絡が取れました。藤岡さんっておっしゃいます。ちなみに連絡先は知っていますか？はい、つい
次にタコを揚げていた藤岡さんと連絡を取ることに成功。静岡県で UFO っぽい浮遊体の目撃情報があったんですけれども、あ、そのやつは僕のタコですね、自分で作ってます。答えれた。東風海岸とか蓮華池公園で13日とか4日ぐらい、3日4日多くないですか。フジテレビに見せていただくことは可能ですか。いいですよ、はい。目撃情報があってから3ヶ月ついに浮遊体の謎が解明。いやいや、番組後半で分かるもんじゃないですか。ちょっとして分かります。え、誰、うん、タコじゃなくて人物に当てるんだあれでも結局どうなったんですか、うん、見せてもらえるんですかね、これ。はい、ということで、はい、ここからは生中継で進行しますよ。生中継、すごい、あ、見たー。え、生でタコ見られるの、この後ついに謎の浮遊体に直撃します。歴史の目撃者になりましょういやいや、何今年4月、静岡市と藤枝市で相次いで目撃された謎の浮遊体。その真相をびっくりテレビは3ヶ月にわたって調査をしてきました、はい、そこで見えてきたのは、うん、藤岡さんという方が作ったタコだという情報なんです。藤岡さんに直撃したいと思います。お、藤岡さん、よろしくお願いします。普通に会っちゃったよ。なんとなんと、雨の中ありがとうございます。ありがとうございます。お名前は、藤岡マナブです。藤岡マナブさんでございます。拍手。やった、藤岡の感と違った。今日藤岡さんにタコを見せていただける、はい、ということなんですが、はい、もしやこの中に、はい、お願いいたします。オープン、はい、オープンって言えない。ご覧ください。これ、これですよ。これ県立大学の前で挙げた、UFO。 蓮華池公園や県立大学前で挙げた大きさ1メートルのタコですね、はいはい、結構作るの時間かかるんじゃないですか、うん、そうだね、あのなんだかんだ4年かかってるね、あの、いろいろ変形して、あの格好変わっていってるもんでね、形がどんどん、うん、どういう風に変わってるんですか。最初下がね、三角形みたいな感じで、でだんだんこういう円形になって UFO っぽくなってきた。円盤が UFO にしか見えません。 そして奥にはちょっと小さめのタコもあったりするんですね、はい、あのすごい軽いですね。とっても軽いです。10グラムくらいですかね。そんなに、1円玉10枚分くらい、そのぐらい軽いです。そんなに軽いですか。まあ、あれがバルサで作ってあるもんで、そうですね、もうそうだし、まあ、バルサってラジコンとかそういうので使う、はい、うん、嫌いだね、かなりそう、あのポイントはありますか、うん、結構軽いもんで、うん、弱い、その代わりでも薄いですよね、うん、なんかあの折れちゃったりするんだけど、ただ、うん、軽くしないと上がっていかないもんで、全体的に全部軽くして、うん、だから糸も細くして、そうしないと、あの糸ついてるんだ、丸く軽くしてやらないと、3メ風速、だいたい風速3メートルで上がってるもんで、え、ということは今日上げていただけできないんだよね。できないんですね。だいたい5メートル、6メートル今日あるもんで、そっか、うん、今日風速5メートルくらいあるということで、ちょっと今日この大きなタコ上げることできませんので、晴れている日に綺麗に撮ったインサートございます。こちらご覧ください。いや嘘でしょ風が強いね。本当だ。さあ藤岡さん、海の男感がすごいですね。そう、回ってるもんこれ。あ、そうですね、今から飛ばしますよ。この時だいたい風速3メートル、ちょうどいい風、だいたいもう何もしないですけど、どんどん上がってるんで。でしかも今釣り竿で上げてましたね。そうそう、釣り竿も楽だし、マックにも楽だし。いや、マスクとか家すごいな。あれだね、だいたい糸が10から6ぐらいかな、糸の太さがね、10号か6号。細い方が調整しやすいんですか。あの風の強さによって太さ変えてる。やっぱ、弱いからさ、細いと、だいたい10ぐらいかな、風の強い時だ。あ、そして今見てください、この神業なんかやってますね、うん、神業何やったんですか。そう、あの
今糸出しただけでね、くるくるしてる、糸を出して、そうそう、今糸出したりさ、でなんかこう調整して、いろんな角度でタコが上がるようにしてるんですか？うんうん、まあそうです、うん、なるほど。ということでですね、ちょっと大きなタコは今日上げられないんですけれども、うん、今日はね、上げられるものあります？この回転するやつ、これはね、ま、風速6メートルでも大丈夫、風速6メートルまで大丈夫、うん、ということで、まあ、今日はこちらを上げていただけるんですか、はいはい、では海に行きましょう。いいですか？行きましょう、行きましょう。気をつけて、はい、持ちましょうか、大丈夫ですか？ですよ、これも釣り竿、一緒に持ちましょうか、はい、すごい、行きましょう。本当に変わった形、うん、なんか女性みたいな、はい、ね、すごく変わった形ですけれども、これは回転して、うん、はい、定番の形ですか、こちらは？これはね、実際このアメリカ外国にあるんだけどね、それを真似て作った。へえ、あ、うん、そうなんだ、ね、じゃあ結構研究された形。これは色だけね、あの反射するように作ってあるんだけどさ、太陽の光反射させて。え、どうして反射させるんですか？こう、この子がちょうど光ってるじゃん、あの、うん、え、うん、光って綺麗な、そうそう、回転して太陽の光反射するように。太陽の光を反射させることによってキラキラと輝く美しい浮遊体になるということで、はい、パオ、今上がりました、すごい、上がりました、上がった、上がった、飛んだ、ここ太陽出てるとあそこ反射するんだよ、でもちょっとキラキラと光ってますね。そうそうそう、多少まだこう光ってるよ。これタコだと思わないです。これ何メートルくらい上がるわけですか？糸は、あれだけ上がってくるけど、だいたい今200ぐらいだね。200くらい、そんなに200メートル、そう、200メートル。うわ、どんどん上がってきますよ。これ晴れてると綺麗なんでしょうね、さらに。光ってね、全部反射するもんで、そう、綺麗だね。なんかどうしてこのタコ作ろうと思ったんですか？これやっぱ目立ちたいもんでかな。目立ちたい。お茶目な理由だった。目立ちたい。そう。ということで今日テレビの取材が来てますけれども、あの、来ると思ったもん。来ると思った。来ると思った。テレビは預言者でもある。初ですか？初。初めて。出たいとは思った。出たいと思ってた。この UFO 来ると思ってましたか？思ってたね。あの、自信あったっけも。これから流行になると思いますか？タコ一本でなると思いますか？なるほど、自信たっぷりのタコなんですけれども、さあ、クロちゃん、クロちゃんさん、何か聞きたいことなどありますか？藤岡さんにせっかくですから。自分が聞くことなくなったから俺に来たね。いや、そんなことないです。いや、目立ちたいとか言ってましたけど、今後ならね、今こうやって初めてテレビ出たじゃないですか。今後なんかもっと夢みたいなあるんですか？こうタコとかやって、しかも今後の夢を教えてくださいとクロちゃんさんが言ってます。夢ですか？またちょっと変わったタコを作ってみたいね。変わったタコ、今度は夜で光るように電気つけて、光っちゃうタコ、これまた UFO だと思いますよ。今までやったことないですか？まだない、ない、ない。そしていろんな人にやっぱり楽しんでもらいたいですよね。そうだね、そう、ね、子供、お子さんとかどうですか？あ、そうだね、だから子供病院の朝バタの公園、あそこへやっぱ店に行ったり、あとレンゲージ公園とか、たぬき湖、いろんなとこもあって、ね、店に行ってます。いろんな子供たちなどにね、この UFO の魅力知ってもらいたいなということですけれども、影島さんは何か聞きたいことあれば、UFO じゃなかったです、ごめんなさい、浮遊隊、タコでした、ごめんなさい。影島さん、何かありますか、聞きたいこと、はい、いろんなところで UFO と間違えられてるじゃないですか、うん、それはどうですか、はい、気持ち的にはね、気持ち的には、はい、いろいろなところで UFO と間違えられていることについては率直にいかがですか？いろんなところでね、うん、嬉しいですか？嬉しいだね、やっぱ嬉しいだね、してやったりやっぱりそれを目的に。そうだね、うん、やっぱ UFO っぽく見えた方が、うん、ね、近く、うん、だからなるべくそうやって作ってるけど、そうですよね、やっぱ、うん、ということで、はい、藤岡さん、最後にクロちゃんに聞きたいことはありますか？はい、クロちゃん、ちょっとね、クロちゃんに似たとこあるんで、頭が。いや、頭がね、気が変えてますもんね。お揃いということで。あ、痛かったです。はい、クロちゃんさん、藤岡さんと一緒です。いや、一緒です。タコも、そして藤岡さんも、とっても元気で、素晴らしい人でした。いや、終わらせなかったね。私もやっていいですか？
機材。私もやる。はい、いいんですか、私できるんですか。大丈夫、大丈夫。ちょっと待ってね、展開が分からないんだけど。いいですか、ちょっといいですか。はい、自由です、できるの、これ初めての人が、はい、本当です、そんな簡単なものなんです、うんうん。あ、でも結構あの藤岡さん、私触りたい。藤岡さん、はい、いいですか。ほんで、もう今風ない。風がやっぱやめたみたいな感じな。今風がない。あら、あ、やっぱ難しいのか。うん、どうですか。難しい。風なくなってきたね。あ、なんか、はい、私がやり始めたら急に風がなくなってきました。まだ吹いてる感じするんだけど。あ、ダメか。これ負けないんですか。飛んだ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 、あれ、あ、逆だった逆だった。あ、ダメだった。なかなかね、難しいです。いやいや、違う違う違う、慣れないと大変。慣れないと大変ですけれども、天気のいい日にまた来て頑張りたいと思います。藤岡さん、その後中継締めていただいて。なんか音がしてきたよ。ありがとうございました。締めます、お返しします。いや、締めますって言っちゃったよ。はい、ということで、いや、頭から映さないでよ。何藤岡さんとお揃いの頭が。お揃いの頭じゃないですよ。映っちゃいましたけど、いや、UFO が、はい、まあ、正体はタコだったということで。何の話なのこれ。普通さ、こういうのって、はい、なんかあの番組の最後まで引っ張って答え合わせみたいな感じかと思ったら、うん、冒頭にもう結果出ちゃったのこれ。出ちゃいましたね。はい、でもあのすごく面白い方でした。うん、いやいや、簡単に言ったけど。いや、あのね、その、はい、有名になりたいって言ったから、はい、結構ね、なんかちゃらけたこと最後ね言うのかなと思ったら、はい、そしたら、ね、子供たちのためにみたいなこと言い始めたから、結局なんかいい感じのこと言ったから文句言いにくくなったよ、本当に。そうですよ。まあ確かに子供たちもすごく興味持たれるんじゃないかなと思いました。さくやちゃん、藤岡さん、面白い方でしたね。そうですね、はい、中継でもおっしゃってましたが、藤岡さんは UFO のようなタコをあげていればいつか取材が来ると思っていたということでね。まんまと、まんまと言わせるんですよね。いや、本当に悔しいな。いや、とても面白かったです。これまだしか手自由だな。あ、はい、本美さん上がってませんか。あ、上がってたの。上がってました。上がってましたね、はい、ちょっとだけ、うん、はい、ということで、さくやちゃん、締めお願いします。今日の結論です、はい、はい、今回視聴者の方の調査依頼があり、はい、3ヶ月にわたり追跡した結果、未確認飛行物体は気さくなおじさんが作っていた超すごいタコだった、はい、ということでね、クロちゃん、びっくりでしたね、はい。いや、びっくりしたけど、4月から追っかけたって言うけど、途中忘れてましたよね、絶対ね。いやいや、もうずっと追いかけて追いかけて、ずっと追いかけて、もうずっと、そうですよ。いや、さっきちょっとなんかシドロモードになってますよ。気さくなおじさんというところがポイントでした。